4周年&チャンネル登録3000記念復刻月島&近藤チャレンジやったー。はい、どうもチャスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。ということで、ちょっとね、まあ、せっかくの記念なんでこの辺にね、あの画面の端の方に、映っとこうかなと、思います。はい、ということでやっていこうと思うんですけれども、2022年4月24日をもちましてこのチャンネル、4周年を、迎えました。本当に皆さん聞いてくれてありがとうございます。はい、ということで、まあ大学で言ったら4回生4年生になったっていう感じですかね。うん、だから高校とかで言ったら卒業してますね。はい、すごいね。うん、ということで、まあもう 4年目を迎えたわけですけれども、まあ、せっかくのね記念なんで、であとまあチャンネル登録が3000人超えたっていう記念もねまだやってなかったんで、まあそれを合わせてね、この1本の動画にしようかなと思っております。はい、で、まあ、今回何をしていくのかと言いますとですね、まあ、月島ちゃんと近藤ちゃん、このね画面映ってると思いますけど、レアチケットスカウト、以前にね、僕のまあ考えた企画で、近藤ちゃんと月島ちゃんを出すまで終われないよという企画がありましたね。うん、あったと思うんですけど、それがね終わっちゃったんですよね。うん、まあ、両方出して、まあ、めでたく終わったんですけど、まあ、せっかくということで今回はね5突するまで終われないという形で出発しようかなと思います。やった、はいということで、現在近藤ちゃん3突、月島ちゃん3突ということで両方ね3突してるんですよ。なので、残り2体ずつ出てくれたら終われるんですよね。うん、ということで復刻しました。はい、ということで、結構ね、コメント欄とかツイッターとかでも近藤ちゃんチャレンジとか月島チャレンジ、楽しみにしてますとか、終わっちゃうの名残惜しいですとかね、いうコメントたくさん来てました。なんか誰やったかな、どなたかね、近藤チャレンジだけ見てましたみたいなね、他の動画見てないんですけど近藤チャレンジだけ見てましたみたいなね、人もいて、あ、非常に愛されてたんだなと思いました。はい、なので、まあ、せっかくなんでね復刻しようということでこの、周年のね4周年のタイミングで復活させました。はい、ということで、まあ、この月島ちゃんと近藤ちゃんごとするまで終われません。なので、今回チケット224枚用意してきたんですが、これで出なかったらまたね、別日に動画撮影して、またね引いていこうと思います。はい、また新たな企画が始まるかもしれません。ただまあ200枚あるんで、まあ正確に224枚あるんで200連できるわけですよ。うん、なので200連したらさすがに終わるんじゃないかななんていうのも思ってます。なので、まあ、それで出た場合は今回きりになってしまうんですけれども、やっていこうと思います。はい、で、皆さん、このね近藤チャレンジといえば罰ゲームですよね。うん、罰ゲームね、ちゃんと考えてきましたよということで、もしこれで両方5突できなかったら、2週間挨拶変更しようと思います。はいということで、まあ、またね視聴者の皆さんから、チョスにね言わせたい挨拶をね募集しますのでコメント欄に書いていってください。よろしくお願いいたします。はい、まあなんか誰からも来なかったら僕はね勝手に決めたいと思います。はいなので誰か書いてください。はい、でまあツイッターとかで送られてきた場合は無効になりますので、このね動画のコメント欄にのみ、反映されますので、皆さんはここのコメント欄に書いていってください。よろしくお願いします。はい、ということで、早速ね、やっていこうと思います。もう正直ね、もしかしたらこのレアチケットスカウトに新たな新選手が登場するんじゃないかみたいなのもちょっと考えたんですけど、来そうにないというかね、なんかあんま来る気配ないんで、まあここは使っちゃってもいいかなと判断してやっていこうと思います。はい、ということでね早速引いていきたいと思います。8月のシンデレラ9。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあもう早速いきましょう。はい、よいしょ、さあ行きましょう。200年あるんで、まあ2体ずつぐらい出るんじゃないかなと思ってますけれども、まあ今までの僕のね動画見てくれたら分かる通りなかなか出ないんですよ。うん、ということでやっていきます。お願いします。来い、さあ頼む。本当にいつも見てくれてありがとうございますね。すごいよ、4年もやってるんやから。私も弱いからさ。いや、ほんまにね、ありがたいですね。うん、まあ、いろんな人とね、コメント欄でやり取りしたりとか、ツイッターでね、やり取りしてまいりましたけれども、いや、非常にね、もう毎回毎回ありがたいなと思いながら、ね、読まさせてもらっております。本当にありがとうございます。あれ、草刈り。餌あるか、さすがにな。うん。さあ、どんどん見ていきましょう。さ
さつくも、ほい、鈴若 SR。 一応ねこの辺に画面あるんで、ここ見ながらやってるんでちょっと下向きになっちゃうんですけどね、許してください。はい、千葉ね。はい、で長谷マリー、ほい、でつくも、ほい、あ、終わった。はい、ということで10連目こんな感じ。厳しいな厳しいな。うん、まあやっぱそうですよね。ということでじゃあ次行きましょう。まあ、このスカウト中ね、尺がね、おーっと確定室来たよみんな。マジ20連目やで。まだすり抜ける確率の方が低いんで、まあ、ここは来るんじゃないかな、どっちか。よし行きましょう。近藤ちゃんか月島ちゃん、お願いします。さあ4周年を祝いに来るんだ、頼む。さあ来い。いやーね、本当に素晴らしい。さあ出てくれ、来い。あ、ひらぎね、はい、あ、違うね、うん。さあともっち、まあすり抜ける可能性もなくはないんで、ちょっと気は抜けないですね。あっすり抜けました。はい、あ、これ持ってないやつ、ありがとうございます。さあありがとうございます。これね持ってない浅田パイセンが出ました。なんでかね、なんでこういうことになるんでしょうか。はい、いつもねなんかすり抜けるね。ちょっとさあどんどん見ていきましょう。いやこれもうすり抜けたでしょ浅田パイセンが祝いに来ちゃったよ。うん、ハセモリね。はい、で朝比奈、お、野崎ちゃん、あー違うか。人生、お、マイコーン。あ、ちょっと、あの、こう実写の時のマイコーンのやつ全然考えてなかったわなんか手出ちゃったけど、めちゃくちゃ顔と被ってたし最悪ですね。はい、すいませんね、あの、この顔出しながらやるスタイル慣れてなさすぎて考えてなかった。なんかめちゃくちゃ間抜けな感じになっちゃったけどはい、ということで20連目は浅田パイセンが出てくれました。はい、こんな感じでね。まあこれは嬉しいですね。まあ持ってなかったんで、ただ謎のすり抜けかましましたね。うん、ということで、罰ゲームにねどんどん近づいてるっていう感じですね。じゃあどんどん行きましょう。ちょっとね長いんで、本当にひたすら引いていく、もういきます。さあどんどん引いていきましょう。さあ確定室来い。さあ演出なしですね。うん、でまずこのグリーンバックがうまく抜けてるのかもわからないですね。はい、それぞれも未知数なんで、まあ、どうなってるか分かんないんですけど、もしかしたらね、グリーンバックの抜きが甘いかもしれないんですが、まあ、ちょっとご了承くださいね。はい、さあどんどん見ていきましょう。いや本当に皆さんねありがとうございます、いつも見てくれて。本当になんかコメントとか来てるから、マジでこの何年もね続いてるっていう感じなんですよね、僕のチャンネル。うん、本当に皆さんありがたいです、ありがとうございます、ほんまにほんまにありがたい、うん、ね。さあ、来る気配なさそうですね。はい、さあ皆さん、あの今のうちに、まあ、まあまだいいか、まだいいか、まだね罰ゲームの内容考えなくていいです。はいはい、ということで、30年目かな、こんな感じでした。はい、ダメですね。さあじゃあ次行きましょう。はい、さあ40年目、お、夕方夕方か。さあ夜まで行くか、さあ夜まで行くのか、行きましょう。お願いします、来い、待って頼む、ちょっと待って。さあ夜まで来い、来い、おー行った、2回目確定です、2回目。え、めっちゃ行くやん、あんだけさ苦労したのにさ、めっちゃ確定です来るやん今回。お、マイコーダサいねん、ダサいねん、マイコーがダサいねん。もう一球行くわもうちょっとかっこよくしたいよな、マイコー。何これ、マイコーって何、めちゃくちゃダサいやん、恥ずかしい。あ、違うか、あ、オッケーオッケーオッケー。さあ月島か近藤、お、来た、これは来たでしょ、完璧です。はい、ありがとうございます。さあということでこれで月島が4突になりましたね。はい、ということで、一歩近づき、ん、遠のきましたね罰ゲームが。あー、しよしよし、オッケーオッケー。さあどうでしょうか。まあもう出やんかな、ただ SR 結構出てますね。はい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 、ちょっとマイクコールの手考えときたいなマイコーってめっちゃダサかったな。はいはい、あ、終わりですね。ということで、なんや40年目か、
40連目でやっと、月島1枚出ました。だから月島あと1枚と近藤ちゃんあと2枚ですね。これいけるんじゃないか、なんか運来てるぞね。いきましょう。じゃあ8月のシンデレラン9、50連目さ、まあ、せっかくの記念なんでね、ここはちょっと、いろいろ引かさせてもらいますよ。いきます、近藤&月島お願いします。来い、さあ頼む、また来るで、これ確定数。ほら来た、ほら来た、はい、来ない、来ないよね、そんな簡単には来ないですよ、はい、さあどんどん見ていきましょう。弱気パイセンね、はい、あかねちゃんね、はい、かせまり、あ、近藤ちゃん来た、違う、はい、さあこのワイプゲーさ、もうちょっと極めたいよね、うん、初めてすぎて全然できないですけど、申し訳ないですね。ちょっとね、まあこれからはこういう形式もちょっと撮っていきたいなと思います。ちょっとね、ずっとね同じ動画じゃつまらないと思うんで、こんな感じで実写載せつつみたいな、ちょっとねいろいろやっていこうかなと思ってます。はい、ということで、60連目50、あ、分からへんくなってきた、50連目か、50連目はこんな感じでした。はい、ということで、うん、まあそんな簡単には出ねえな。じゃあ次60連目いきましょう。さあ60連目いくわよ。お、ちょ、めっちゃ夕方来るんやけど夕方に愛されし者来てますね。これはいきます、来い、頼む、さあ夜まで行こう、ほい、あ、夕方か、夕方か、まあそんな簡単に出ねえわな。さあまあただ夕方からでも出る可能性は全然あるので、ね、ね、ね、近藤ちゃん、あ、月島来た、来たよ来たよ、あ、シルエット来たら来ると思うよね、やっぱり。ダメですね。最近はおはがちゃね、ちょっとやってるんですけど、全然出ないですね。うん。おはがちゃ出たらね、ツイッターで報告しようと思ってるんで、よかったらツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい。さあ、ともっちね。はい。さあ、チャンネル登録もさ、3000人いって、ね。本当にありがたいでございますよ。まあ、8台の動画の力だけではなく、今、最近話題のマスターデュエルっていうね、遊戯王の、ゲームの、視聴者さんもね、ちょっと、フォローというか、チャンネル登録ね、していただいて、まあ、っていうのもあって、3000人いったっていう感じなんですけど、まあ、それでもね、ありがたいですね。ありがとうございます、本当に。はい、ということで、60連目、こんな感じでした。はい、ダメですね。じゃあ、70連目、いきましょう。はい。まあ、僕の性格上ね、なんか同じ動画を、同じコンテンツをずっと続けて極めていくっていうよりかは、まあいろんなコンテンツを幅広く見ていくっていう方がなんか向いてるなっていう風に、まあ気づいたので、なんかこれからはいろんな動画出していきたいですね。うん。ということで、いきます、近藤ちゃん、続きましょう。お願いします、来い、プン、待って、ちょっと待って、演出なしですね。はい。うん、なので、まあ、8内はもちろんね、まあ、このメインの土台として、いつも通りやっていくっていうのプラス、まあ、いろんなゲームも触っていけたらなと思ってます、はい、なので、これからもね、まあ、いろんな動画、8内だけに限らずね見てくれたら嬉しいですね、うん、まあ、それを見てくれるように、僕もね面白い動画作っていけたらなと思っております。さあ月島来た、無理ですね、はい、いやなかなか難しい。さあ近藤ちゃんがやっぱりね出づらい。あ、来たわ、来た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 、すごい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 ぞ、みんな近藤ちゃんも出た。はい、ということで残り1体ずつですよ皆さん。あ、一応証拠っていうか、ほんまにそうなんかっていうのを、野崎さん来たわ、見せましょうね、うん、ちょっとじゃあ一回戻ります。はい、じゃあまずね近藤ちゃんなんですけど、近藤ちゃん3凸してますねこれ、はい、でプラス今出たので、はい、こちらね、で、4凸目でございます。はい、なのであと1体で、月島ちゃんぬもですね、月島ちゃんぬも3凸できてるんで、プラス今出たので、1体で4凸ですね、なのであと1体です。はい、
来たわこれ、買った買った、ありがとうございます。はい、っていう状況なので、あと1体ずつ、これは罰ゲーム逃れれそうですね。なんか2週間挨拶変更って許そうに思えるんですが、結構だるいです。はい、うん、なんかね調子くる、もういつものね、はいどうもチャスですっていうのがね、もうこう板についてるというか、なんていうの、体にね馴染みまくってるので、あのそれがね変わるというのは結構ね、あのなんか調子くるよですけど、まあこれはなんかいけそうな気がします。はい、ということで70年したんかな、じゃ80年目かな、続きやっていきましょう。はい、さあいきます。てかさっき確定演出じゃなかったか、うん、そうやんな、確定演出じゃなくても出るのやねいきます。はい、やっぱね、なんか確定演出出ないと安心できないっすよね。うん、さあやっていきましょう。あと1突ずつなんで、さすがにいけそうな気がする。うん、はい、ということで、まあこの辺の出ない間はなんか話して、話つないでいきたいんです、なんかね場をつないでいきたいんですが、うーん、どうでしょうかね。さあ来なさそうかな。はい、あ、はい、あ、えー、見て、めちゃくちゃしょぼいことあったんやけどR10体。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっともう 何連目かわからなくなってきたんで、ちょっとテロップで入れときますね。はい、はい、ということでいきます。 SSR 近藤ちゃん、月島ちゃん、お願いします。来い、待って、ちょっと待って、来た、ほい、マスク外れそうになった、はい、あ、来た、いやー、あ、違う全然ちゃうかった、ちゃうかった、あ、来た、これは来た、どうしたのあなたたち、寒がってたら練習、煽られてる、煽られてる、こんな煽られることある、すごい煽られたよ今。他のことは一切考えない、めちゃくちゃ動画のこと考えてるやん、はい、お、来た来た、これは来た、バッとしてそんなことある、恥ずかしいやけど、なんかすり抜けじゃないよな、さすがにこの流れで、さすがに違うと思うけど、ちょっと待って、すり抜け、あ、違うな、オッケー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 、さあどんどん行きましょう。はい、あ、ちょ、あ、ちょ、近藤ちゃんかと思った一瞬ヒヤッとするよな、あれ、ちょっと待って、確定ですよな、あ、マイコー、マイこじゃないよね。オッケーオッケーオッケー。ピッチャーをやることに不満はないわ。はいはい。監督が言うよ。あ、近藤ちゃんです。ありがとうございます。絶対に打ってみせ。はい。これは。これは勝ったでしょう。はい、ということで近藤ちゃん5突完了でございます。やった。はい、ということでですね、残り月島ちゃんただ一人でございますよ。いや、これちょっとあれやな。あの今まで出てなかったやつがもう完全に今こうしわ寄せにしわ寄せてきてますね。そんなことある？はい、ということで、SR も結構出ましたね。うん、ということで近藤ちゃん出ました。ということで残り月島ちゃん1体。8月のシンデレラン9。はい、じゃあ行きまーす。よし、じゃあ行きましょう。月島出して終わります。はい、いやー、すいませんね、ただの記念動画になりそうです。はい、これはもう順調順調大順調。さあ、でこれさ、動画撮った後にさ、レアチケットスカウトに新選手登場させますみたいな来たらさ、もうずっこけるで俺あのね、せっかくチケット200枚近く貯めてたのに使っちゃうとかね、うん、最悪のパターンなので、もうなんか追加しなくてもいいかなっていうのが、あ、違う、てるわね、思ってますけど、あ、野崎ちゃんね、はい、野崎ちゃんのすり抜けでも嬉しいですよ僕は。はい、さあ、あ、一回もね、始めてないね、ちょっとこれ、はい、あ、あ、出ませんでしたね。はい、ということで、まあさすがそんな簡単にはいかないと、うん、ただ見てください、チケットまだ124枚あります。あとね、120連もできるんですよね、うん、めちゃくちゃできるね、うん、ということで、じゃあ次行きましょう。これでもしかして100連したんかな、確かそうですよね、うん、なので100連で近藤ちゃん2枚、月島1枚出るんですよ。
ということは、まあもう1枚ぐらい月島ちゃん来るんじゃないかなと思ってます。じゃあ行きましょう。行きます。月島ちゃんお願いします。はい、待って、ちょっと待って。さあどうでしょうか。お、夕方、夜まで行こう。そう簡単にはいかないですね。さあ見ていきましょう。さあ翼、野球部、直江ね、はいはいはい、私がマイコーダメだ、もうダメだ、マイコのポーズがこれになりつつある。もうこれかこれみたいな、これなダサいな。まあいっか、それそれでいいよな。うん、マイコポーズ考えなさすぎてめっちゃダサいわ、嫌やな、なんか恥ずかしいな。さあ鈴若、シーナ、朝日奈、あ、ダメですね。はい、ということで、ちょっと低迷してますね。大丈夫かな。あと月島1体だけやね頼む、行くぜ、どんどん行こう。もうさ あんまりね動画長くなってもしゃあないんで、そろそろ出てください。さあ学天室来い、夕方、はい。あ、まあでもさっきの近藤ちゃんあれやんな、多分学天室なしで出たよな、なので来る可能性は全然ある。さあどんどんもう見ていきますよ。ちょっと早めにやっていかないと動画が長くなっちゃうので、どんどん見ていきますよ。さあマイコーここなら嫌やな、マイココールの時の腕気持ち悪いな。はい、あかんだもん、これあかんわ、もうあかん、もう俺の気持ちがあかんもん。はい、ということで、こんな感じでした。じゃあ残り100連ですね。ちょっとなんか嫌な雰囲気出てきましたけど、まあさすがにいけるかな。8月のシンデレラン9頼む。さあもう一回確定数見たい、お願いします。来い、頼む。わあ、やった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 これはお、違う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 、はあ、月島ちゃんですからね。近藤ちゃん来た、相手は強豪、来た、誰が相手でもポーポーポー、はい、来ました、ありがとうございます。わあ、みんなありがとうございます、本当にね。チャンネル登録3000人、そして、4周年記念ということで、見事に両方、強奪することができました。しかもチケット余らせたっていうね、非常に素晴らしい結果になりました。まあ、一応最後まで見ていきましょう。はい、まあ、もうないと思うんですけど、まあ、見ていきましょう一応ね、うん、いやー出たな、出ちゃったよ。皆さん罰ゲームね考えてくれてたかもしれませんが、なくなりました。はい、すいませんね、本当本当にすいません、もう出ちゃいましたよ。もう気持ち悪い動きしたけども、あ、マイコーここなら、なんでそんなやらしてくるの最後に。8月のシンデレラン9、はい、ということでいかがだったでしょうか。見事に両選手ごとつ完成しました、やった、みんなに追いついた。はい、ということでね、まあコメント欄ではあのね過去にいろんなコメント来てたんですけれども、まあもうごとつなんて終わってますよと、両方ごとつ終わって2周目到達始まってますよみたいなね、いう人たちもいまして、なんだお前らみたいなね思ってたんですけど、まあここはねさすがにちょっと僕もねやっと、ごとつ完成しましたということで、皆さんにね、追いついたかな、みんなもういっぱいゲットしてるんかな。うん、まあ僕でこんだけゲットしてたらみんなもっとゲットしてるんかなと思うんですけど、まあ一応ね両方5つ完成しました。はい、よかったです。うん、まあこれでね罰ゲームはなくなったということで、僕はねほんまにホッとしてます。はい、みんなはねちょっと残念だと思うんですけれども、はい、すいませんね。はい、まあせっかくの記念なんで罰ゲームもなくね終わらさせてくださいよ。はい、ということでですね、4周年記念動画楽しんでいただけましたでしょうか。まあちょっとあのレアチケットスカウトっていうねパンチ弱くて、正直あのこれで大丈夫かなっていうところもあるんですが、まあちょっとねやっぱこの実写が出てるっていうところの新鮮さも味わっていただけたら、いただけたかなと思いますので、はい、マイコーとかね、なんかね変なこととかねしてましたけども、はい、まあこれからですねこんな感じでやっていこうかなとちょっと思ってます。はい、せっかくなんでね、うん、
このパターンでやるのもありかなと思いますので、まあ、たまにねこの画面の端っこにあのチョスがいるよっていうこともあると思いますので、よかったらそこも楽しみにしてくれたらなと思います。はい、ということで、まあ、いろんなコメントお待ちしておりますので、ぜひぜひねコメントを書いててください。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、女性南水さんのジョスでした。バイバーイ。これからもよろしくお願いします。